コラムミのミューダイアリー昨年までファイターズガールの中心メンバーとして活躍し今後はタレント活動 F ビレッジアンバサダーとして挑戦を続ける瀧澤夢25のオリジナルコラムです2223日の2日間エスコンフィールドで楽しい試合が開催されましたねまずは日韓ドリームプレイヤーズゲーム日本と韓国のレジェンド選手が集結しました イニング間には日本のファンと韓国から来たファンのゲーム対決があり、そのコーナーが終わった後、ファン同士でハグをして記念写真を撮っていたんです。野球を通じて国際交流が生まれた瞬間を見ることができて、一瞬の出来事ではありましたが胸が熱くなりました。胸が熱くなった瞬間といえばもう一つ。稲葉ジャンプです。稲葉敦典二軍監督が現役だった当時、私もやっていました。 試合に負けた日でも今日は稲葉ジャンプができたからいいかと思うこともありましたその稲葉ジャンプが復活うちのに座っている方も立ち上がってジャンプをする光景は懐かしくて感動しましたそしてその翌日はオールスターゲームが開幕待ちに待った一戦はまさに夢の祭典で12球団のファンが集結すると熱気も高まり今までにないくらいエスコンフィールドが湧いていました 選手もファンもみんな心から楽しんでいる様子で、球場が割れそうなくらいの大歓声にワクワクが止まらなかったです。恒例のホームランダービーも、日本を代表するスラッガーたちが特大ホームランを打つところを近くで見て、改めてパワーに圧倒されました。興奮冷めやらぬ2日間でしたが、このエスコンフィールドでまたオールスターゲームが見たいですし、いつか世界大会をやってほしいなと夢が膨らみました。